や、もう、いや、僕はもう、じゃあ、あえて、あれですよ、もう前に向いてるという前提で、コスタリカ戦のことを振り返ると、まず最初に議論しないといけないのは、まず支配するという戦い方を、まず選んだわけですよね。だから、まあ、僕らの日本の方が、コスタリカより強いと。しっかり支配して、まあ、相手の陣陣で、まあ、チャンスを作っていくっていうね。これはいいですよ。僕は最初、もう最初から相手しっかりリスペクトして、逆に攻めさせる方が、思いっきり早く攻めてカウンター狙いでいく方がいいと思ってたんですけど、まあまあ、森保さんはそれ選びましたと。そこがまず大きく違いますよね、僕と。で、選んだ時に、なんていうんですかね。ポゼッション型のチーム構成やったんかみたいな。メンツと戦術がマッチしてなかったんじゃないかっていう。そうそうそう。それはでもやっぱ思いましたよね。例えば、パッと見て僕やったら、ボランチのところとか、もっとボール出せる選手を選ぶとか、渡るはかなり安定してるし、別に攻撃参加もまあできなくもないけど、でも、パサーかって言われたらそうじゃないし、で、やっぱり渡るのところとか、もしくは、ユートとかマヤが持った時の、鎌田さんとかが微妙にちょっとフリーになる時間があるんですよね。だから、あそこからさばける裏に出せるやつがいたら、あそこに時間があったんですよ。なるほど。だから、あそこからボール出せる人がいれば、もっとチャンス作れたかもしれない。鎌田選手は今すごい不調って言われてて、メディアのでも不調論があって、そんで本人もそれになんていうか、なんで悪いかわからないみたいなコメントをしてるんですが、鎌田選手の出来どう見てますか？まあ本人が気づいてる通りじゃないですかね。この間も微妙なところがずれて、技術的なミスがやっぱ多かったですよね。で、紙一重なんですけどね、あれが通ってたらやっぱアシストにもなってるみたいなところもあったしとか、もちろん得点になってることもあったしとか、だから本当紙一重なんですけど、その紙一重がいい方向に来ない感じは、やっぱりもう不調と言わざるを得ないですよね。同じトップ下としてどう見ますか？トップ下鎌田。でも鎌田さんは僕はトップ下と思っていない。そうなんですか。プレイスタイルは、トップ下よりもうちょっと後ろの人のプレイスタイルかなっていう感じはするよね。それはなんでなんでしょうか？あんまそのフォワードとの連携みたいなことを重要視してる感じがしなくて、なんかトップ下にとってなんかラストパスへの意識とかめっちゃ高いんですよね。で、良くも悪くもミスもするんですけど、でもそこから絶対何か生まれさすみたいな。で、あんま砂漠意識とかよりも、やっぱりゴールに直結する動きとかが、コンビネーションを意識してるんで、その辺がなんか、フォワードとの絡みよりも、それ以外との絡みを重要視してるなっていう意識が、強い気がしますね。スパチャを今いただきまして、不調は科学的にどういうことですか？まあ、そういうスランプとか、調子が悪いとかっていうのは、まあ、原因を教えてほしいってことなんですかね。科学的にどういうことですか？全然わからん。これでも、なんか、例えば、多分スランプを研究してる人はいっぱいいて、そのサッカーに限らず。で、なんかこの間、面白い話があって、室伏さんと話したときに、同じ動きを、過剰にやってる人、まあ、過剰、なんですかね、同じ動きですよね。そのセーブムーブメントをもうずっと過剰にやり続けてる人はスランプになりやすいって話ですね。そう、だって室伏さんだとハンマー投げで何回も同じ動作していや、たら。意外にそうじゃないんですよね。いろんな動きをやったり、いろんな練習をやるんで、だから多分同じような動きばっかする人は、結構そういう、スランプに陥りやすい。パターンにまあ、これ陥はる。なんか仮説らしいんで、まだ何件、実証されたかどうかは分かんないですけど。